リインカーネーションの花弁は、小西美希久による日本の漫画、月刊コミックブレードにて2014年7月号から連載開始。掲載誌が同年9月号で休刊したのに伴い、月刊コミックガーデンに移籍。同社のウェブコミックサイト、マグコミでも毎月5日更新で連載中。2019年1月時点でシリーズ累計100万部。話数表記は、大は、 自らの首を切ることで前世の才能を得ることができるリンネの枝。高校生の大義児、アズママリアは、クラスメートのハイトがその枝を使い、シリアルキラーと戦う場面に遭遇してしまう。この戦いで、ハイトラに認められたアズママリアは、自らもリンネの枝を手に入れ、前世の才能を得た。アズママリアは、ハイトラ多くの偉人が集う、偉人の森に参加し、 数々の戦いに巻き込まれることになる。交互戦の後、偉人の森に違和感を覚えた、アズマ・マリア、ハイト、ヤギューアインシュタインが他元を分かつ。しかし、偉人の森メンバーの多くが、ナイチン・ゲールの冷属下にあり、そのまま所属している。冷属下にないのは、テスラ、ピカソ、アルベルトなど少数。偉人の森メンバーの管理はもともとノイマンが担当しており、そのノイマンが、 ナイチンゲールの霊属下であったため、他の周り者たちも前々から所属していたと思われる。ありがとうございます。